ディエゴ・ガルシア島は、インド洋のイギリス領インド洋地域チャゴス諸島にある、干渉である。普及の自由作戦で、アフガニスタンに向かうディエゴ・ガルシア基地の B-1、2001年10月7日総主国のイギリス政府によって、島全体がアメリカ合衆国に対応されており、同国の海軍基地がある。インド洋にある、アメリカ軍最大の拠点であり、 湾岸戦争やアフガニスタン攻撃、イラク戦争の際に B-52 戦略爆撃機、B-2 ステルス爆撃機などがここより出撃した。アメリカの軍事戦略上の要衝である。ディエゴ・ガルシア島の116世紀の初期に、ポルトガル人によって発見され、ディエゴ・ガルシア島と名付けられた。当時は無人であったが、その後18世紀に、フランス人が入植して、 黒人奴隷を導入し、ココヤシ栽培とコプラ生産のプランテーションの経営を始めた。1814年にイギリスが占領。モーリシャスの一部として統治されていたが、1965年にモーリシャスから分離され、新たに確定されたイギリス領インド用地域の一部となった。1966年にイギリスはアメリカ合衆国による、 防衛目的での使用を50年間認める協定を結んだ。1968年からは、離島者の帰島を禁じる、制限された食料や医療しか与えない、ペットを殺害する等の方法で同等から、島民の追い出しが図られ、1973年頃には、残った者たちが、強制的に、モーリシャスやセーシェルに向かう船に乗せられ、移住させられた。 移住を余儀なくされた島民が、イギリス政府を相手に、道島への帰還と保障等を求めて、訴訟を起こし、継争中である。2016年12月30日、アメリカ合衆国による使用協定の期限を迎えたが、終了の通知がなかったため、規定に従って2036年まで対応が延長された。1970年代にアメリカ軍は、 ディエゴ・ガルシア島の基地拡張に乗り出し、空港は戦略爆撃機の離発着を見据えて滑走路を4000メートル級に拡張したほか、港湾は空母や原子力潜水艦の補給が可能なレベルにまで整備した。2019年2月25日、国際司法裁判所は1965年にイギリスがモーリシャスから ディエゴ・ガルシア島を含むチャゴス諸島を分離して、イギリス領インド洋地域に編入した措置について、国際法に照らして違法であるという見解を示し、チャゴス諸島の統治を可能な限り速やかに終える義務があると勧告した。ただし、この勧告に法的拘束力はない。2020年、B- に戦略爆撃機が配備される。 すでに2003年段階で B-2 王のシェルターが整備されていた。ディエゴ・ガルシア島、2003年面積は36キロ平方メートルで、チャゴス諸島中最大、チャゴス諸島の南端に位置する干渉である。島の西部に4000メートル級のグミ用の滑走路が1本ある。干渉のため平坦であり、丘陵、山地はない。2001年7月に、 島の一部がラムサール条約登録地となった。欠片の気候区分では熱帯雨林気候に属する。人口は約5000人。国番号は246であるが、ダイヤルアップによるインターネット接続が広く使われていた時期に、接続先、電話番号が意図せずこの地域の電話番号に変更されてしまい、多額の国際電話料金を請求される事例が多発した。 アダルトサイト等へアクセスした際に接続先を変更するコンピュータウイルスがダウンロード実行されたことが原因である。電気通信事業者各社は対策として2002年12月頃から日本からの国際ダイヤル通話サービスを休止した。KDDI では休止した対イ宛てはオペレーター扱いの通話しかできない状態であったがこの措置が行われていた間は 国際ダイヤル通話の料金を適用していた。この問題の沈静化により、2010年4月20日より、KDDI では国際ダイヤル通話が再開された。事業者によっては、2018年10月現在も休止している。ありがとうございます。